回俺にこんな格好をさせるってことは、タイムアタックさせる気だな。イエーイ。イエーイじゃねえ。いやもうね。楽しみになってきましたね。これは楽しみですね。これで土屋さんが、要はあれですね、パワーも上がってんじゃない。パワー上がってますよね。あ、そう。272馬力から304馬力、はい、あらららら、はい、300馬力超えてますから。ということは当然、はい、土屋さんが今からね、はい、まあこの両方に乗ってみてその違いを、30馬力、はい、32馬力、32馬力の差を、はい、証明してくれるってことですか。そりゃどうかな。いやします。俺はマニュアルの神様ですから。いや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 、はい、いや速さだったら普通はね、全世界、うん、ワールドワイドにオートマの方が速いの、速さは、シフトミスないし、そう、うん、そんなこといいですから。そんな余計なこと言ってる場合じゃないから、とりあえずやりましょう、はいはい、じゃあ旧型から行ってみます。行きましょう、ね、はい、はい、ルールあるんですか。そうなんですよ、それぞれの車で全員から、ね、監修してもらって一番良かったタイム同士を比べたいと思います。なるほど、はい、はい、これのどこが悪いわけ。ねえ、全然いい車なんだけど、これいいじゃん、これで、いいんです。なるほど、めっちゃいいよ。めっちゃいいのにさらにね、うん、よくなってると。そうです。どこよくすんだ、これより。いや、いろいろです。いろいろ。いや、めっちゃいいよ、本当に。いろいろ。これのまあなんか、もし改良点があるとしたらどうですか。まあ重箱の隅をつっつくとしたら、うん、パワーかな、トルク。トルク。だけど3気筒で 1.6 リッターターボで、うん、十分楽しい。もうその曲がり方も普通4区って、うん、こう打角を入れて G がかかっていくとそこからアンダーになる、うん、ビュンビュン曲がるもん。ヒップポイントどうでした、これ。ヒップポイント、うん、高いっていうふうに言ってたら、ちょっと高いかな。やっぱそうなんだ。ち
新型さっき乗ってみたからね。まあ座ってみたからね。そう、うん、全然だから、あ、こっちはなんか普通の車だなっていう感じ、うん、そのポジションはね。そうですか。さあ、それでは新型の方にお願いします。はいはい、これマニュアルでしたけど、次はオートマなのと、まあ、オートマの分20キロ重いです。でもパワー上がってるし、冷却も上がってますし、ね、足の取り付けも上がってますし、土屋さん的にはあれでしょ、あれの方がいいんでしょ。マニュアルの方が俺は好きですよ。さあ、それでは新型 GR ヤリス大幅改良です。ポジション低い、なんかスポーツカーっぽいわ。やっぱ今までのヤリスだとヒップポジションがもうちょい高いから。良くなってるし、あと冷却性能が結構上がってる、うん、あと足の取り付けがやっぱりがっつりしてるので、アライメントの変な変化がしない分いいと思う。普通の日常でも使えるね。そうそうそう、これ本当イージードライブできて、私はねすごいいいと思ったんですよ。マニュアルじゃないからタイミング取れなかったんじゃないですか、もしかして。そうなんだよなやっぱりそれで、ね、マニュアルだとリズムが取れる。やっぱりそうだと思いました。オートマだとねそのリズムがこう取りにくい。でついつい行き過ぎたんじゃないかなと思う。そうそうそうどうですか新型は。アクセルレスポンスが、うん、だからコンピューターが違う、うん、これよりさらに進化して、うん、そのアクセルレスポンスが月が良くなってるよね、うんうん。どっちが良かったの？足はこっちの方がいい。ほら、やっぱり。パワーもこっちの方がいい。やっぱり。で、シートポジションもこっちの方がいい。やっぱり。いやでもあれですよね。あのマニュアルだったら
マニュアルだったらもっと楽しいと思う。そうだね。だからその競技じゃない人、うんうん、競技じゃなくてその遊びたい人、うん、遊びたい人はマニュアルにして無駄を楽しむっていうことができるし、やっぱこれ競技車両だから、うん、競技で勝つことを目的に考えてるからオートマでいいんじゃない？なるほど。さあ、それ結果出たんですよね。はいはいはい。それでは土屋さんによります新旧 GR ヤリスの乗り比べのタイムを発表したいと思います。はい、お願いします。まずはまずは旧型。はい、旧型。はい、はいはい、お願いします。旧型どうぞ。じゃん、従来の GR ヤリス、はい、最速タイムは45秒944です。すごいな、はい、まあまあ早いですよ。もう早いすごいですよ。全然早いですよ、はい。さあ続いて、続いて新型、新型の GR ヤリスお願いします。じゃん、45秒641です。本坊さん早い。そうか、新型のより早いんだ。いや、絶対速さはオートマの方が速い、うん、そうなんだ。で、俺がもうちょっと慣れればもっと速い。これはあと 2,3 周あれば慣れる。あ、確かにそう。旧型のいきなり乗ってるんだもんね。初めて乗ったんだもん。そうですよ。これはトヨタの嫌がらせだよ。もう少し俺練習させてから乗せるとかさ。確かに。しかもね、俺オートマあんまりね。そうそうそう。だからこのチームはね、割と俺に厳しいね。まあ、そう。86電気自動車は俺に事前に前の日に乗せてくれたもん。だからこいつらはね、俺に厳しい。うん、いきなり乗れなの。いや、でも、まあ、でもさ。見てる方から見れば、うん、なんかリアルでいいと思いますよ。全然俺下手に見えたよ。いやいやいや、やっぱ土屋健一はすごいと思ってるからこれ無理させるわけですよ。こっちはさ、うん、慣れてるじゃん、今まで何回も取材で乗ってきて。だからそのサイドの強さが分かってる。新型のね、45秒641って出てるじゃないですか、はい、うん、例えば慣れてくるとどれぐらいまでいけそうですか？あとコンマ3はいけますよ。サイドが旧型で慣れちゃってるから、旧型の強さで引いたら、そしたらハーフスピンしたの。あ、この強さもっと効くんだよ。そうですね。そうそうそう。だからもうより競技志向に振ってる。そのジムカーナーとかラリーとかダートラとかに。あ、じゃあそこで引きすぎたんだ。引きすぎたんじゃない。旧型と同じ強さで引いたら引いちゃった。そう。違ってたんだね。いやだけど本当に。進化してる。あ、なるほどね。本当に ね, ね。本当に。じゃあ今回はですね、うん、最新スポーツカー事情という新企画でしたが、いかがでしたでしょうか。はい、いいんじゃない、このね、テリー土屋の車の話最初からやるよ、こういうの。わかりやすいよね。全然わかりやすいよ。確かに。あ、車の番組なんだと思って。そう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 。確かにそうですよね。あ、言葉いらないから。またやりましょうね。またやりましょう。またやりましょうね。はい。はい。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。